パワーオブテン今日はこの本をご紹介しましょう科学的なものの見方考え方を、まあ、私たちはいろんな方法で学ぶわけですが私は中学生の1年生の時にですね理科の教科書を配らずファラディのろうそくの科学 という岩波新書を配って、えー、授業を進めてくれた理科の先生。ファラディのろうそくが燃えるということにフォーカスすると、ほとんどの物理的・科学的な現象は説明できるという、えーまあ、大変興味深い本があります。そしてもう一つは、この powers of ten. これ、十の、え乗、ー・事乗三乗、十を何回かけていくか、えー。そうすると見えてくるものが、こんな風になりますよ、ということを、えー、紹介してくれる。 まあ、物の見方、考え方、えー、根本的に正してくれるというか、宇宙はそんな風になっていたのか、という、えー、見方をですね、教えてくれる本ですが、すべては、この公園に ピクニックに来た、えー、暖かい光に当たってまどろんでいる彼の手、手の甲から始まります。これは10の0乗で、まあ、私たちが普段見ている、えーまあ、景色というか大きさなんですが、このページを中心にして、 例えば、どんどん、俯瞰していって、地球の外の宇宙、10の16乗メートルですね。これどのくらいかというと、約1光年離れた場所。宇宙の まあ、ほとんど何もないところに、えー、たくさんの星が浮かんでいると。まあ、何もないところに浮かんでいるというのはおかしいですが、地球から10兆キロメートル離れたところから地球を見るとこんな感じ。ところが、えー、先ほどの まあこれをぐーっと近づいていって、公園が見えて、もう一度10の0に戻ります。そして、今度は、この手の甲の皮膚の中に入っていきます。まあ、皮膚の中にというか、これをどんどん拡大していくわけですね。そして、10の マイナス10乗ぐらいですか。1オングストロームという単位なんですが、そこで見える景色はこのようです。これは10の16乗あった1光年の宇宙の景色とほとんど変わりません。という視点を 教えてくれるのが、パワーズオブテン私たちそのものは自然であり、宇宙である。私たちの体の中に宇宙があり、私たち自身も宇宙である。ということを教えてくれます。